日本未来プロジェクト競争 in 大村シリーズの2日目レースコースはオール女子の対戦第8レース予選競争を迎えました。さあもうすでに1号艇と4号艇ホーム側に移ってスタート方向に向けられた2艇、高枠1号艇5が1コース、4号艇の池田が2コースに並んでいます。そして残る4人はまだバックストレッチ側でゆっくりと船を進めている状況です。8レースの対戦は1号艇が兵庫の小賀千秋、2号艇は福岡の伊藤玲奈、3号艇は長崎の山口真紀子、4号艇は福岡の池田夏実、5号艇は福岡の大山千尋、6号艇は群馬の深尾智恵です。インは絶対に譲らないといった構えで1号艇の子が1コース、そして2コース、4号艇池田2艇並んでいきましたが、2番の伊藤玲奈3コースからダッシュに下げる展開になりました。2対4と本番では分かれています。3コース角を選択した2号艇の伊藤、4コース3号艇の山口真紀子、5コース5号艇の大山千尋です。そして6コースから6号艇の深尾智恵、ホーム向かい風は5メートル前後、8レース予選競争スタイル2対4で1番4番2番3番5番6番スタートしていきました。外から5号艇の大山がトップスタート、内の艇をさあ少しずつ抑えにかかって1枠をまくっていきます。5号艇の大山まくってトップに立ちました。追走は6号艇深尾と2号艇の伊藤が並んで、内が2番外は6番の接戦、その後方1番そして4番3番となっています。スタートは前提正常でした。先頭は5号艇の大山にマークを運んでいきます。1号艇の小賀も絡んで2番の伊藤、6番深尾と3艇接戦となった2番手争いは2号艇の伊藤が大きく抜け出しました。3番手は現在6号艇の深尾が先行、下がらくの1号艇の古賀で2周目1マークの旋回です。先頭5号艇の大山、続いて2号艇伊藤が2番手で旋回、6番先前1番がそのうちに向けていきますが、接戦3番手6号艇の深尾先行です。体型は5番2番6番の上位体型、1号艇の古賀2艇審査で追っています。後ろは4号艇の池田、3号艇の山口の順、2周目第2ターンマーク、5号艇の大山トップでクリア、続いて2号艇の伊藤が旋回、6番と1番またコーナー接近しましたが6号艇の深尾が先行、今リードを5艇身近く奪っています。先頭から5番2番6番、後方は1番3番4番の順で最終第1ターンマークの旋回です。5号艇の大山千尋、5コースからのトップスタートでまくりきりを見せてシリーズ3走目での初勝利です。2号艇の伊藤玲奈2番手、3番手は6号艇深尾先行を守って、上位体系は526、最終ターンマークを迎えています。6番の懐を目指す1号艇といった動き、3番手ですが6番先行、だいぶ1番手間詰めるところも上位体系変わりませんでした。先頭5番大山ゴールイン、2着は2番伊藤、3着6番の深尾、そして1番ゴールイン、3番4番ゴールイン。